パトリオットはアメリカ合衆国の覆面レスラー。本名はデル・ウィルクス。サウスカロライナ州コロンビア出身。なお現在までに同名のリングネームを名乗ったレスラーが3名確認されている。通常、パトリオットといえば、その多くの場合は1990年代に全日本プロレースを主戦場に活動していたデル・ウィルクスを指すため。 本校ではウィルクスフンするパトリオットについて記述する。1988年、末期の泡において、素顔の警備員ギミックのベビーフェイス、ザ・トルーパーのリングネームでデビュー。ラリーズ・ビスコや、マイク・ジョージラ・ベテラン勢と対戦して、キャリアを積み、1990年8月11日には、DJ ・ピーターソンと組んで、デストラクション・クルーを破り泡世界タック王座を獲得。 翌1991年に、アワが活動を停止したため、結果的に彼らが、最後の合わせ開拓王者チームとなった。1990年には、トルーパーとして全日本プロレスに初来日している。その後、覆面レスラーのパトリオットに変身し、1992年5月に、全日本プロレスに参戦。正常期を基調としたマスクとコスチューム、超新かビルドアップされた。 筋骨隆々の肉体、そして、それから繰り出される、パワフルかつスピーディーで跳躍力あふれる、迫力ファイトなどで、常連外国人選手となる。小橋健太とも、日米新世代、ミサイルタックを結成し、アジアタック王座挑戦や、世界最強タック決定リーグ戦参戦が、視野に入るほどの人気を得た。しかし、同年末の最強タックには全日本側の都合により、 このタッグチームでの参加は実現しなかった。そこで、新パートナーとして、自身と同じ正常機機長のコスチュームを身につけた、覆面レスラーのジ・イーグルと覆面愛国者コンビを結成し、リーグ戦に参加した。リーグ戦では、優勝を逃したが、イーグルとのコンビネーションが好評だったため、1993年6月2日に、小橋健太 菊池武史の保持するアジアタック選手権に挑戦、勝利を収め、第60代の王者チームとなる。9月9日にカンナムエクスプレスに敗れ王座から、陥落するが、翌年のリーグ戦にもイーグルとのタッグで出場した。1994年に WCW へ移籍。マーカス・バグウェルとスターズストライプスを結成し、プリティワンダーフルから、 WCW 世界タッグ王座を二度にわたってダッシュした。1995年、再び全日本プロレスを主戦場とする。7月に行われた参冠ヘビー級王座挑戦者、決定リーグ戦に田上明、小橋健太、ジョニーエースと共に参加。挑戦権を獲得することはできなかったが、小橋からスカイハイパワーボムでピンフォールが実施。 シングルプレイヤーとしての成長を見せた。8月30日には、ジョニー・エースとのコンビで、田植え明川田俊明の保持する世界タッグ王座に初挑戦するも敗退。同コンビで同年末の世界最強タッグ決定リーグ戦にも出場し、第4位となる。1996年には、長世代軍を脱退した小橋健太と数年ぶりにタッグを再結成する。 10月12日にスティーブ・ウィリアムスジョニー・エースの殺人狼が保持する世界タック選手権に挑戦したが敗退。同年末の世界最強タック決定リーグ戦にも同タックで出場1点差で優勝を逃し第3位となる。1997年5月にはこのコンビに2人と同世代であるジョニー・エースを加えたトリオで新チーム グローバルエネルギッシュタフを結成した。結成最初のシリーズでは、小橋と AS のコンビが世界タック王座を獲得したが、翌シリーズにパトリオットは負傷により欠場。欠場中にアメリカの WWF への移籍を発表した。WWF では当時ヒールに転向していたブレッドハートとのアメリカ対カナダの構想アングルが組まれるが、負傷欠場を繰り返し解雇され、 体調の回復が困難なことからレスラー活動を停止した。レスラー引退後、大学時代から使用していたアナボリックステイロイドやコカインの依存症に苦しみ、2002年に鎮痛剤の処方箋を偽造した罪で9ヶ月の間、服役した。その後は自動車販売の仕事に携わっていた。その後、トム・ブランディにパトリオットのキャラクターを譲り渡し、彼が アメリカのインディー団体でパトリオットとして活動していた時期がある。2021年7月1日、心臓発作により死去。59歳没。WWE もホームページで弔意を表した。ザトルーパーに関するカテゴリー。ありがとうございます。